水葉、一人暮らしは慣れたか？何でも慣れるものね。今では父さんたちと暮らしてたのが懐かしいくらいだわ。彼とは会っているのか？もちろん。結婚は考えているのか？またその話？いいえ、考えてもないわ。もっと将来の見通しが立ってからじゃないと。幼かった頃はよくお嫁さんになりたいと。すまん、子供の頃の話だな。いいのよお父さん、懐かしいわね。それじゃ、父さん。もう、帰るわね。そうか。ごめんね。彼と会う約束をしてるの。お待たせ。どうしたの？そう？負けたわ。今晩はおごらせて。いいのよ。行きましょ。さて、何かわかった？無理もないわね。姉さんがいなくなって3年だもの。ええ。ダメね。高いお金を払ったのに、失踪した当日の足取りもつかめてないみたい。片倉光一ね。父の会社の役員だった。昨日も警察署に呼ばれたわ。警察は姉さんが片倉を殺したのだと考えて、今になって動き出したみたいね。どう思う？やっぱり姉さんが殺したのかしら。姉さんは人を殺した。考えたくないけれど、それなら連絡一つよこさずに姿をくらました理由も納得できる。何にしても早く会いたいものだわ、生きているのならね。生きているよね。ありがとう。
仕事、順調？体、壊さないでね。なら、いいけど。これでも心配してるのよ。またあんなことになったら、私、今度こそ自分を許せそうにないから。いい？私のためでもあるのよ。あなたを心配するのは。そうね。どうしようかしら。お言葉に甘えようかな。あれ？姉さん。姉さんだ！姉さん！姉さん、こっち！こっちだよ！ねえ、見て！こっち！こっちだってば！姉さんがいたのよ。そんなはずは。だって ありえないわ。
して。でも、嬉しい。好きな人の部屋で、初めては、決めてた。何考えてたか当ててみせようか。初めての時でしょ。そう、姉さんに似てるって言われると嬉しいわ。何か作ろうか。疲れてるのね。肩でも揉もうか。いいから。それは、前と同じ答えを返してもいいかしら。そんなに私と一緒になりたいの？あ、あなただって、お金の亡者のくせに。嫌いになった？嘘ね。でも本当は、私より姉さんの方が好きだったんじゃないの？会話が弾んだ方がいいなら、今の私にだって満足しているはずよ。悪いけど、家賃が高すぎるもの。らしくないわね。お金を出してくれるなんて。そうよね。浅井くんに限って。優しい人。そっか。姉さんに似てきたか。寝ましょう。どうしたの？こんな時間に。ごめんね、水葉。父親に叱られる？あ、いいんだよ。気にしないで。じゃあ、行こう。行くって、どこに？決まってるじゃない。ほら、見て。大雪よ。雪が、どうかしたの？雪だるま、作りに行かね。うん、行く。どこ行く？ここはあんまり積もってないけど、東区の山の方なら行けるんじゃないかしら。
じゃあ、連れてって。姉さんと、雪だるま。懐かしいな。楽しいな。頑張ったわね。もう、姉さんは何もしてないでしょ？そうだっけ？昔からそうだったよ。まったく姉さんはぐーたらさんだな。マフラー、巻いてあげたのね。うん。いけなかった？ちょっとこいつに嫉妬したわ。ごめん、すぐ取り返すね。冗談よ。でも、忘れないでね。忘れずに持っていてね。ああ、水葉。何？姉さん。父親と。お父さん？私の？そう。寂しいでしょ？会話のない親子なんて。一応、私の実の父でもあるしね。わかったよ、姉さん。今日の昼にもね。浅井くんに同じようなこと言われたよ。あら、そう？悪い奴は、悪い奴なりに理由を持ってるから、話し合ってみるのもいいかもしれないって。彼らしい意見ね。ならもう、私は。何？何でもない。帰りましょう。え、もう？そろそろ家族が起きる時間でしょ？そっか。さすが姉さん。あ、運転手さん、ここで止めてください。どうしたの姉さん、まだお家じゃないでしょ？ちょっと用があってね。あなたは一人で帰ってちょうだい。用事って何？早く帰らないと父親に見つかるわよ。うん、そうだけど。あのね、姉さん、浅井くんのことでまた相談があるんだけど。ごめんね。また今度にしてもらえない？今度っていつ？さあ、都合によるかしらね。でも、まだ不安で。困った子ね。わかった。連絡待ってるね。都合がついたら電話してね。じゃあ、アドバイスを。もっと人を知ろうとしなさい。そして言葉で人を動かしてみなさい。
ミザ、何をしているんだ。今何時だと思ってるんだ。また雪か。あ、雪と遊んでいたんだろ。違う、姉さんを待ってるの。こんな時間から遊ぶつもりだったのか。夜更かしも大概にしろ。本当に待ってるの。いいか、ユキの母親はな、会社の金を盗んだんだ。だから親子ともども追い出した。何か文句があるか。父さん、聞いてる？ああ、聞いてるよ。そうか、主任になったのか。すごいな、水葉は。出世が早いな。さすがは父さんの。次はいつ会えるんだ。そうね、明後日はどう。私はいつでもいいよ。意外と可愛らしいところあるよね、お父さん。今度は浅井君が遅刻ね。じゃ、遠慮なく。ちょっと会社から電話。出てもいい？そう、よかったわ。先方も喜んでくれるでしょうね。違う、私のラインのみんなが優秀なだけ。それだけよ。くれるって？また今度にしてもらえるかしら。今彼とデートなの。ええ、また改めてありがとう。お疲れ様。そう、今年入った新人は5人くらい。みんなよく働いてくれるわ。だといいけど。何？安心して、あなたより素敵な人なんてこの世にいないわ。直球に弱いわよね。でも嘘じゃないわ。さあ、買い物に行きましょうか。それが本当だとしたら、殺されても仕方がないわね。姉さんのことだから、きっと自分の手で復讐を果たしたかったんじゃない？
陰ってるわね。今にして思うわ、あの頃の姉さん、ごく稀にだけど思い詰めたような顔をしていたから、あなたも気づかなかった？記憶にない？知ろうとするべきだった。私は姉さんを頼ってばかりだったけど、逆に姉さんには頼れる相手もいなかったの。私のこと好き？ありがとう。今日は泊まらせて。迷惑だったら帰るけど。浅井君は少し変わったわよね。落ち着いたわよ。昔はもっとギラギラしてたもの。そうだよね。ごめん。だって浅井君はダメ。また甘えてしまう。ダメよ。ほら、思い出してよ。私が迷惑ばっかりかけてるから、あなたは肺炎になったんじゃない？嘘よ。あの頃の私はひどかったわ。気分の浮き沈みが激しくて、甘えたかと思ったら、怒り出して。映画楽しかったね、京介くん。京介くんのお家はいい匂いがするな。どうしたの？何汗かいてるのかな？ひょっとして、水葉のこと好きで緊張してるの？ねえ、チューして。チューしてよ、チュー。今二人きりだからいいでしょ。うん、京介くん。チューが足りないよ。ギュってしてよ。え？なんで？ひどいよ、どうして？京介くん言ったよね。人前ではやめろって。誰もいないよ。いいじゃない。何それ。いつもそうじゃない。思ってることあるなら言ってよ。私は全部話してるよ。素直になってるよ。何か悪いの？悪いなら言ってよ。だから浅井君は3日も入院することになったのよ。お医者さんが言ってた。体力が落ちてたのはストレスが原因だって。ごめんなさい、いろいろと。私ね、好きな人にはどんな感情をぶつけても許されるって思ってたの。舞い上がってたのよ。浅井くんが優しいから何をしても嫌われないって思ってたの。まるで物の扱いと同じじゃない？あなたが対等な人間であることを忘れていたんだわ。よく今まで我慢できたわね。私と一緒にいてくれたじゃない。同情してくれたんでしょ。私と付き合ってくれたのは、私を抱いてくれたのは、不憫に思ったからなんでしょ。
姉さんが去り際に私のことを頼んだからでしょ。バーのマスターに聞いたの。姉さんがいなくなる前日にあなたは姉さんに頭を下げられてたはずよ。からこそ嬉しくて申し訳なくて、私怖かったのよ。一人じゃ何もできないから誰かを頼りたかった。それがたまたま浅井君だった。あなたが高熱を出してたなんて知らなかった。知ろうともしなかった。そうなんだから姉さんの悩みも聞いてあげられなかった。私も、して欲しかったから。どうしたのよ。呼び方なんてどうでもいいんじゃないの。そうね。姉さんならそう言うわ。What? What? 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 What?